よろしくお願いします。それでは、メルコインのマイクロサービスを支える Google クラウド利用事例と題しまして、株式会社メルコインの飯野と湯原から発表させていただきます。まずは自己紹介と略歴です。私は株式会社メルコインの SRE チームのテックリードを担当している飯野と申します。2019年にメルカリグループに入社し、マース事業のメルチャリでインフラとバックエンドを担当し、その後メルペ SRE チームに参加し、マイクロサービスへのイスティオの導入やスパナーのサポートを行いました。2021年のメルコインの立ち上げからメルコイン SRE チームのテックリードを担当しています。はい、湯原と申します。私は2019年にメルペイの SRE チームにジョインしまして、その後2021年から、メルコインの SRE チームに入って、メルコインのサービスの立ち上げに関わってきました。主にインフラとかネットワークの、構築などを担当してきました。よろしくお願いいたします。本日は私たち2人で前半と後半にパートを分けて発表させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日のアジェンダです。まずは私の方からサービスの紹介とセキュリティへの取り組みについてお話しさせていただきます。その後湯原の方からマイクロサービスの概要と信頼性を高める取り組みについてお話しいたします。まず私たちの会社とサービスについてお話しさせていただきます。株式会社メルコイン、私たちメルカリグループがブロックチェーンに取り組むために新たに株式会社メルコインを立ち上げました。2021年に設立したメルコインでは暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画開発を行っています。暗号資産事業に取り込むことで、メルカリにおいては売上金のビットコインでの受け取り機能を提供し、メルペイの決済送金機能にとどまらず、暗号資産、資産運用の機能を一つのウォレットで提供していくなど、より簡単に金融サービスを利用できる環境を構築します。私たちは一人一人にはまだ見出されていない可能性があり、あらゆるものに価値がある考えのもと、メルコインではさまざまな可能性が発見、認められ、物、お金に限らない新たな価値が生まれ、そしてそれらが循環していくサービスを創造していきます。テクノロジーによってさまざまな価値観の境界線を打ち破り、誰もが暗号資産、デジタル資産などあらゆる価値を簡単に交換できる世界の実現を目指します。2023年3月よりメルカリで暗号資産交換業を開始し、メルカリアプリでビットコインをお取引できるサービスを開始しました。ブロックチェーンテクノロジーの代表的な実装ともいえるビットコインをポイントや残高を使って購入することができます。社会や生活が変革される可能性のあるこの技術を、最も歴史が長く深く認知されたビットコインから触れていただくことで、ワクワクする未来を実感いただきたいと考えています。私たちのサービスは、この3つの特徴があります。売上金や残高ポイントを使って生活への大きな負担なくビットコインを楽しむことができること、いつもお使いのメルカリの中で登録から利用までを一貫した体験で、完結すること、さらにメルカリが提供する高いセキュリティの中でご利用いただけること、この3つです。これからセキュリティへの取り組みについてお話しいたします。メルコインのインフラに求められるものはいくつかあります。暗号資産取引所システムは金融資産、金融取引を取り扱うため、そのセキュリティとコンプライアンスが非常に重要な要素となります。セキュリティについては、暗号資産取引所はサイバー攻撃や不正アクセス、ハッキング等のリスクを抱えています。そのため強固な情報セキュリティを有することが必要となります。コンプライアンスについては、暗号資産取引は各国での法律や規制に基づいて運用管理されているため、
法律や金融監督当局の規制を遵守する必要があります。これらのセキュリティとコンプライアンスを適切に管理し、コード化することでお客様データの保護と取引所の信頼性を維持することが可能となります。メルコインのセキュリティ規定や要件はメルカリやメルペイとは異なります。暗号資産ビジネスの特性上、さまざまなサイバー攻撃への対策を行う必要があります。また国の規定が急に変更される場合に即座に対応する必要もあります。そのためメルコインはメルカリメルペイとインフラを分離し、守るべきポイントを減らし、急な規定変更にも耐えられるようコンパクトにすることを目指しました。暗号資産取引所システムに求められるセキュリティ基準とインシデント管理には高い水準が求められます。理想はその水準を全てのカンパニーで満たすことですが、すぐに実現することは容易ではありません。例えばインフラを分離せず、メルコインをメルカリメルペイのインフラと同居させた場合、メルカリとメルペイのシステム管理体制や運用に大きな影響を及ぼします。メルカリとメルペイで発生したインシデントをメルコインにも影響させないためでもあり、逆に攻撃される可能性の高い暗号資産取引所システムへの攻撃をメルカリとメルペイに波及させないためでもあります。将来的には全てのカンパニーでメルコインと同等のセキュリティコンプライアンス基準を満たす予定です。それではプロダクション環境における具体的な分離例をご説明します。まず Google Workspace がメルコインとメルカリメルペイで分離されています。既存のメルカリ .com に対してメルコイン .com という Google Workspace を新たに用意しました。 GCP オーガニゼーションもそれぞれのワークスペースに存在します。しかしビリングアカウントは共通のアカウントを使用しています。これはメルカリが Google と交わした契約条件などをメルコインにも適用するためです。複数の GCP オーガニゼーションで共通のビリングアカウントを使うために GCP のマルチビリングという機能を使用しています。この機能は最大で5つの GCP オーガニゼーションに適用することが可能です。数が限られているためよく検討し慎重に適用する必要があります。開発者が誤った設定をすることで危険が生じることもあります。開発者が意識せずともセキュリティが担保されるべきです。そして新たにマイクロサービスを追加してもセキュリティが担保されるべきです。そのためメルコイン全体でセキュアバイデフォルトを目指すことになりました。メルコインではメルカリグループが積み上げてきたセキュリティ機能や設定を受け継ぎつつ、一から作れる強みを生かして初めからセキュアな状態を作り維持することを目標としています。またセキュリティ設定を後から追加していくのではなく、初めから使える設定を最小限にすることで開発者が意識せずとも危険な設定をしてしまうことを防いでいます。必要に応じて部分的に例外を許可するようにもしています。 GCP のオーガニゼーションポリシーを GCP オーガニゼーション全体にかけることでサービスが増え、新たに GCP プロジェクトを作成しても初めから危険な設定ができないようになっています。プロジェクト発足時からセキュリティチームと協力して全てのオーガニゼーションポリシーを一つずつ検討し、オーガニゼーションレベルでポリシーを適用しています。検討の際には Google が提供している Google クラウドセキュリティファウンデーションズガイドや CIS ベンチマークの推奨事項も参考にしながらポリシーを作成しました。ここで採用しているポリシーの一例をご紹介します。例えばコンピュートリクワイア OS ポリシー、OS ログインポリシーを使って SSH キーを GC のメタデータに埋め込んで使うことを防止したり、コンピュートリクワイアシールディッド VM ポリシーを使ってブートローダーや OS の改ざんも防いでいます。他にも GC のデフォルトサービスアカウントへのエディター権限の付与も制限していたり、あとは GCS バケットのパブリック公開に関しても制限をかけています。IAM に関しても最小権限を設定したカスタムブラウザーロールを用意し、各チームに合わせた GCP ホルダーで各チームにロールを付与しています。
例えばプロダクション全体を見る SRE チームには広い範囲で最小権限を有効にし、マイクロサービスチームには担当するマイクロサービスを束ねるチーム用の GCP ホルダーに対して最小権限を付与しています。オペレーションなどで権限昇格が必要な際にはキャリアという社内製の権限昇格ツールを使って一時的な権限昇格を行います。このキャリアに関してのご説明はセッションの後半でもお話しさせていただきます。またオーガニゼーションポリシーではカバーできないものはプロダクションレディネスチェックリストの項目に追加し、新規サービスのリリース時や定期的なチェックを行っています。プロダクションレディネスチェックリストとはサービスを本番環境にリリースする前に確認するためのチェックリストです。メルカリグループではメルカリ SRE、メルペイ SRE、メルコイン SRE とそれぞれのプロダクトごとに SRE チームが存在します。それぞれの SRE チームが担当するプロダクトを安定的に動かすためにインフラの開発運用やマイクロサービスのサポートを行います。プロダクトごとの SRE とは別にインフラ基盤の開発運用を行うプラットフォームチームも存在します。インフラ全体のオーナーは彼らが担っています。メルコイン SRE と比較するためにまずはメルペイ SRE についてご説明します。メルペイでは SRE が開発チームのサポートをしつつメルペイで共通で使うシステムの開発管理を行っています。プラットフォームチームはインフラコンポーネントの開発運用をしつつインフラ全体のオーナーでもあります。一方でメルコインでは SRE の基本的な役割はメルカリメルペイと同じですがインフラ全体のオーナーを SRE が担っています。プラットフォームチームにはインフラコンポーネントの開発運用を委託する形で承認を SRE チームが行っています。こうすることでメルコイン組織に所属するチームがメルコインのシステムを管理する体制を実現しています。メルコインではバックアップを含むお客様データやサーバーリソースをすべて日本国内に置いています。国内で取り扱うことで日本の法令と規制への遵守が容易になります。またお客様データの保護方針が明確になり管理とセキュリティ対策が容易になります。そのため GCP のリージョンを東京と大阪に制限しています。ただ GCP がグローバルでのみ提供している機能はリージョンは指定していません。オーガニゼーションポリシーのリソースロケーションズを GCP オーガニゼーション全体にかけることでこちらもサービスが増え新たに GCP プロジェクトを作成しても初めから国外でのリソース作成ができないようになっています。ただし必要に応じてプロジェクト単位で他のリージョンへのリソース作成を許可することも可能です。ポリシーの管理は SRE が行っているため例外を設定するにはシステム上で SRE の許可が必要になります。ここで前半のまとめです。メルコインではお客様の安全と信頼を確保するために独自のインフラを構築しました。これはメルカリグループから分離されておりメルコインのチームがインフラの管理を行っています。システムは日本国内で運用されており安全な取引環境を提供しています。さらに開発者が特別な注意を払わなくてもシステムの設計自体が安全性を確保するようになっています。続いてマイクロサービスの概要について湯原からお話しさせていただきます。はい、ここからは、メルコインのマイクロサービスと、それらを支えるプラットフォームについての、概要についてお話ししていきたいと思います。まずメルコインのマイクロサービスですが、すべてのマイクロサービスは Google クラウドを利用しており、共通の GKE クラスターの中で稼働しているような形になります。マイクロサービス自体はレイヤーアーキテクチャを構成しておりまして、
例えば、インターネットからのリクエストを受け付けるゲートウェイサービスや認証を司るオースサービス、あとは BFF としての役割を持つ API サービスやビジネスロジックを司るバックエンドサービスといった形で役割が分かれています。各マイクロサービスは Google クラウド上の個別のプロジェクトにそれぞれ分かれていて、各バックエンドチームはオーナーシップを持ってそれらを管理しているという形になります。 VPC についてですが、ネットワークはシェアド VPC の構成となっており、メルコインとして一つの VPC の中でサービスが構成されているといった形になっています。 VPC に所属するリソース、例えば GKE やコンピュートエンジンなどはプロジェクトが分かれていても同一の VPC 内で通信を行うような形になっています。シェアド VPC のホストプロジェクトで VPC ファイアウォールやクラウドナット、クラウド DNS などのネットワークコンポーネントをネットワーク管理者が管理し、メルコインではセキュアバイデフォルトのポリシーに従って VPC ファイアウォールはデフォルトディナイの構成となっているので、必要な通信のみを管理者が許可するといった形で運用を行っています。Google クラウドのサービスに対する API コールについても同様にセキュアバイデフォルトのポリシーに沿っていて、 VPC サービスコントロールズを利用しています。例えば、クラウドスパナーに対するアクセスはもちろん IAM による認証認可が行われた上でですが、サービス境界内のネットワークからのみに限定されているので、 GKE 上のマイクロサービスなどだけがアクセス可能な状態になっています。サービス境界の外からは特定の IP アドレスなど許可されているネットワークに限って限定してアクセスを許可しています。ですので何らかの問題に起因して、例えばクレデンシャルが外部に持ち出されてしまったとしても、クラウドスパナーのデータベースにアクセスはできない状態となっています。メルコインではオーガニゼーションと VPC がメルカリと分離されています。ですが、それぞれのカンパニーで持つユーザー ID をマッピングするというケースで相互に通信がする必要なケース、ユースケースもあります。異なる VPC を接続するために VPC ピアリングなどをすることも考えられますが、メルコインとしてはプライベートサービスコネクトを採用しました。プライベートサービスコネクトでは対象となるサービスをサービスアタッチメントを使って公開したいプロジェクト、この例だと、メルカリから見たメルコインの対象プロジェクトに絞って限定公開することで、指定したプロジェクトからのみの接続を許可してセキュアにアクセスすることが可能になります。VPC ピアリングなどをする必要がなくて、複雑な設計をすることなくお互いのネットワークをセキュアに接続することを実現しています。続いてメルコインの GKE クラスターについてもご紹介したいと思います。メルコインの GKE クラスターはプライベートクラスター、限定公開クラスターとなっています。プライベートクラスターは外部 IP アドレスを持たない、つまり VPC 内の内部 IP アドレスのみを持つノードの構成になっています。 Kubernetes の API サーバーは VPC の内部 IP アドレスで提供されているので、ノードや同じ VPC 内にいるホストからはこのプライベートエンドポイントに対してネットワーク的に閉じた形で通信をします。インターネット上から Kubernetes の API サーバーにアクセスするようなケースでは、パブリック向けのパブリックエンドポイントを特定の IP アドレスだけに限定して許可する形で運用を行っています。あとはノードが外部 IP アドレスを持たないので、外向けの通信はクラウドナットを経由する形になります。また GKE で有効にしている機能も少し紹介したいと思います。まずはネットワークポリシーですが、すべてのマイクロサービスが一つの共通クラスターの中でマルチテナントになっているため、テナント間の通信を制御するためにネットワークポリシーを有効にしていて、デフォルトではすべてをデナイするポリシーを適用しています。必要なマイクロサービスのみのアクセスを許可するためにネットワークポリシーをアップデートするホワイトリスト形式の運用を行っています。またクラウド DNS for GKE ですが、DNS のスコープがクラスタースコープと VPC スコープという2つのモードから選択できますが、メルコインでは VPC スコープを使っています。 VPC スコープを使うと GKE 内部の DNS 名が
VPC 全体で解決できるようになるので、クラスターの外のホストからも直接特定の Kubernetes のサービスディスカバリーが可能になって、同一の VPC 内のホストからイングレスを経由することなくアクセシビリティを持たせたいというユースケースに対応しました。あと Google グループ for RBAC ですが、まあ、Kubernetes のユーザー管理を Google グループと連携できるので、ロールバインディングなどにグループを指定して Google グループ連携しています。はい、ワークロードアイデンティティですが、 Kubernetes サービスアカウントと Google の、Google クラウドの IAM サービスアカウントを連携させてキレスの構成を実現しています。あと Istio についてですが、これは GKE 標準のアドオンは使っていなくて個別にセットアップして導入しています。アドオンの場合だと、IstioD が Google マネージドになっているため、使いたいバージョンを指定したいという自分たちの要望が実現できなかったので、メルコインとしてバージョンをコントロールしたいという要望から、我々でユーザーマネージの形で導入を行いました。Istio の用途としてはトラフィックマネジメントとして、カナリーリリース時に 1% トラフィックマイグレーションを行うようなユースケースや、あとはマイクロサービス間の通信を MTLS を使って暗号化するといった用途で活用しています。ここからはサービスの信頼性を高める取り組みについてもお話ししていきたいと思います。まずはメルコイン全体のマイクロサービスの開発運用の全体像です。すべてのマイクロサービスは共通の GKE クラスターの中で動いていて、ネームスペース単位で区切られたマルチテナントになっており、 Google クラウドもプロジェクト単位で分かれているというお話をしました。マイクロサービスごとに開発チームがアサインされており、そのチームがオーナーシップを持って運用を行っています。例えばこの例だと、サービス A チームは Kubernetes のネームスペース A 上のマイクロサービスと、それに関わる Google クラウド上のプロジェクト A の中のクラウドスパナーやクラウドパブサムのリソースを管理するといったような形になります。そしてこれらのインフラ部分の構成管理についてですけれども、 Google クラウドを含む多くのマイクロサービスに関連するリソースはテラフォームのリソースとして管理をしています。いわゆるインフラストラクチャーザコード IAC と呼ばれるものです。マイクロサービスを管理するチームはテラフォームを管理する GitHub リポジトリ上のコードを記述してプルリクエストを作成します。そうすると CI 上で実行計画であるテラフォームプランが実行され、コードオーナーが確認しレビューを行った後、プルリクエストをマージするといった一連のフローになります。プルリクエストをマージすると CI/CD パイプラインが実際にテラフォームアプライを行い、リソースがGoogle クラウド上にプロビジョニングされるといった形で構成管理を行っています。 Kubernetes のマニフェストについても同様に GitHub レポジトリ上で構成管理を行っています。マイクロサービスを管理するチームは Terraform の時と同じように Kubernetes 上のリソースを定義したマニフェストを記述し、 CI を通してバリデーションが行われ、コードオーナーがレビューを行った後プルリクエストをマージするという流れです。 Kubernetes の場合はテクトンパイプラインを経由し、アルゴ CD が実際にシンクマニフェストを行って Kubernetes 上にリソースをデプロイするといった形で、まあ、同じような形で構成管理を行っています。ここまでに述べてきたように、マイクロサービスを開発運用するチームは、Google クラウドのインフラや各種 Kubernetes マニフェストを扱う形になるんですけれども、各マイクロサービスのチームがこれらを扱っていくには多くの専門的な知識や実装が少なからず必要になってきます。限られたメンバーとスケジュールの中で一からプロビジョニングしていくのは、まあ、大変なことだと思いますし、可用性や信頼性といった観点からもそれらを完全に担保するということは非常に困難だと思います。SRE として各サービスの開発者の、開発者の開発を促進し、信頼性などを担保するためにマイクロサービスのテンプレートとなるような一通りの標準的な構成を含めたものを抽象化した形でモジュールとして提供しています。
これらを使うことで開発者はすべての設定を一つ一つ行う必要はなくて、標準化されたものマイクロサービスを構築できるな状況を提供しています。ここでは SRE が提供しているモジュールの一例として、まずはテラフォームで提供しているモジュールを記載しています。ここにあるようにいくつかの用途に分かれていますが、一つ目のマイクロサービススターターキットは、これは開発者が最初にマイクロサービスを作る際に使うキットになっています。新規の Google クラウドプロジェクトや Kubernetes のネームスペースなどが作られ、それに関わる必要な IAM 設定などマイクロサービスをデプロイするために必要な設定がここに含まれています。続いてマイクロサービスチームキットは、サービスチームに関わる設定をここで提供していて、チームの Google クラウドのメンバー管理や、あ、ごめんなさい、チームの Google グループのメンバー管理や、そのチームに付与される IAM 設定、あとはオンコールに関わる、ここは Google クラウドとはまた別なんですが、PagerDuty というツールの設定だったり、GitHub で使われている GitHub チームの管理をこれで一元管理しています。また、マイクロサービススパナーキットは、スパナーインスタンスやデータベースの設定に加えて、データベースのバックアップや、スパナーオートスケーラーという、これは独自にスパナーインスタンスの CPU 負荷に応じてインスタンスをスケールアウトできる仕組みを導入しているのですが、それらに関わる設定もこちらに含めて、このキットで一括して対応できるようにしています。そして最後にマイクロサービス SLO キットですが、そのマイクロサービスのサービスレベルと SLO に応じて監視で使っているデータドックの設定を行うことができるモジュールになっていて、一つ一つ監視モニターを作る必要がなくていい状況をこのキットで提供しています。そして Kubernetes のリソースも同様に、開発者が多くの YAML を管理する必要があるため、それらを簡易化し開発者の認知負荷を低減するために、 Q というオープンソースの言語を使って抽象化を行っています。これらによって YAML に比べて大幅にコードが削減されるとともに、Istio のような新しく取り入れる技術についても開発者の負荷が軽減でき、かつメルコインとしてセキュリティや可用性の面でコントロールが効いた状態でワークロードが生成される状況を提供しています。 Q 自体はまだそれほどメジャーな言語ではないと思いますので、 Q について興味ある方は、こちらのリンクにある弊社のブログで紹介していますので、ぜひ後でご覧になってください。はい、ここまでで抽象化によって開発者がマイクロサービスの開発と運用を行う流れをお話ししてきました。一方で抽象度が高くなりすぎると、標準化されてないようなエッジケースに対して対応が難しくなるということもよくあると思います。メルコインだけでなくメルカリグループ含めてですが、抽象化したキットを提供しつつも、一方で直接テラフォームのリソースを自由に記述できるという自由度は持たせています。ただしそうすると、標準化されていないリソースなども本番環境に作成されてしまうといった可能性も出てくるので、メルコインとして可用性やセキュリティといった観点から推奨された構成を遵守するために、 CI/CD パイプライン上でテラフォームや Kubernetes のマニフェストに対してコンフテストというツールを使ってバリデーションを行っています。例えばシェアード VPC に対して全てのプロジェクトを自由にアタッチすることは許可していないので、それが許可されたプロジェクトであるかどうかを検証したり、 VPC ファイアウォールのリソースがあったときに必ずログが有効になっているかをチェックしたりとか、 Kubernetes のマニフェストに対してセキュリティの観点から特権モードやホストネットワークの使用がないことをバリデートしたりしています。実際に運用を始めていくと、障害対応などで緊急のオペレーションが必要なケースも出てきます。緊急のオペレーションの対応として、インフラなどの構成を変更するために、Kubernetes マニフェストのファイルを変更して CI/CD パイプラインを通して適用するといったやり方もありますが、これだと CI/CD パイプラインの時間がかかってしまって、復旧までに時間が要してしまうといったことがあります。またマニュアルオペレーションをするために必要な IAM の権限を取得するため、同じようにテラフォームのコードを変更して CI/CD が完了して権限が付与されるというのを待つ
というのも時間がかかってしまいます。そこでこのキャリアというツールを用意していて、キャリアは WebUI から申請することで有効期限付きの一時的な権限を承認をもって取得できるシステムになっています。基本的には SRE や開発者は本番環境に対して一切変更できる権限を持っていなくて、必要な時のみ限ってこのキャリアを使って権限を申請し、 SRE が承認した上で権限を取得するという運用を行っています。これによって申請した時の有効期限が切れた場合は自動的に権限もリボークされて、権限の消し忘れなどもなく統制が取れた状態で安全に運用できる仕組みを用意しています。ここまででお話ししてきたように、安定的に開発運用を行うためにさまざまな側面からリスクを防止するための仕組みをご紹介してきました。ただどんな仕組みを事前に用意していても予期せぬ問題が生じる可能性は拭えないと思っています。ですので防止という側面だけではなくて、何か問題が生じた場合に検出するという観点からセキュリティコマンドセンターも導入しています。これによって Google クラウド環境を監視し、さまざまな脅威やアセットを可視化するとともに、脆弱性や開発者が誤って挿入してしまったコンフィグの導入を検出することができます。メルコインでの運用については、メルカリグループ全体でセキュリティチームが SOAR というプラットフォームを構築していて、セキュリティコマンドセンターで検出したイベントをそちらの SOAR プラットフォームに取り込み分析調査、その他多くの検出ルールに基づく監視を行っています。はい、最後になりますが、まとめになります。メルコインのインフラは Google クラウドで構築されており、メルカリなどとは分離した独立したオーガニゼーションになっています。管理コストの観点からはメルカリのプラットフォームと共有した方が管理コストが抑えられるという側面はもちろんありますが、暗号資産を扱うという観点からセキュリティ面を考慮して完全にメルカリとは独立したインフラを採用しています。 GKE に関してはメルコインで共通のクラスターとなっており、ネームスペースでテナントを分けてマルチテナントなマイクロサービスを構成しています。そして限られたメンバーとスケジュールで立ち上げを行う必要があったので、複雑さを排除し開発を促進するためにさまざまな抽象化したモジュールを提供することで信頼かつセキュアなサービスの立ち上げを行ってきました。この後セッションの中で気になったこととかご興味があったことなどは直接ご質問にお答えする時間がありますので、ぜひアスクザスピーカーにお越しください。場所はこのブレイクアウトセッションルーム6の出口を出たすぐ正面のところになりますので、ご気軽にお越しください。それでは本セッションは以上となります。どうもありがとうございました。